はい、こんにちは。こんにちは。今日の動画は鉄板の敷設作業になります。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これがね、鉄板、まず荷台のね、はい、そうですね、アウトリガー張った状態ですね。から、そうですね、はい、そこからですね、アウトリガーを張った状態で、これがあの鉄板を吊るジグの、はい、なんていうんですか、まあ、一般的に鉄板吊りと呼ばれるものなんですけどね、はい、安全装置のついた、はい、フックですね。はい、ここでのポイントはこの穴を、そうですね、穴に今とりあえず、はい、ちょんがけ、ちょんがけですね、はい、少し上げて、はい、でこれも内側から外に向かってかけるというのが基本になっています。はい、そうすることで外れにくい、そうなんですかね。もともとメーカーではなんかこのままちょんがけのまま上げたらロックが自動的にかかるっていう、なんかそういう仕組みらしいんですけど、宇宙ではもうちゃんと一回ロックまでしっかり確実にしてから上げるっていう風にやってます。あ、そうなんですね、はい、ここで人形を入れて、はい、そこをロックを、そうです、はい、これそのまま上げたらなんか自然にこうパシッとなるらしいんですけれども、はい、また一回、ね、実験をして、はい、また動画でね、はい、さんに紹介してもいいと思います。はい、でも一応安全を自分で確認して、はい、ということですね。はい、はい、これまた、ゆっくりね、はい、この日はちょっと風が強かったというか、そうですね、ちょっと、ね、ゆっくりですね、はい、でこれも上げながらちょっと旋回ですね、はい、こちらが右に、そうです、じゃないとこう地切りね、空中にいた時に大きく触れてしまうんですね、はい、そうですね、それで怪我するんですね、はい、はい、で、ここで今、重量と定格荷重計を、ね、確認、はい、定格荷重計映ってなかったですけどね、はい、はい、本当は重量確認、そうですね、そ重量と定格荷重計を ね、セットで、はい、ですね、はい、で安定しますね、はい、それが結構あったんですけどね、はい、安定します、ゆっくりするね、いいね。でここから荷台を外れたら、そうです、ね、外れた時点でも低層の、はい、位置まで持っていきます、はい、それはねやっぱりワイヤーが切れたり、はい、した時に 下にやればね、そんな大きな事故にならない、はい、ね、そうです、高いところから落ちるとやっぱ大きな事故につながる、ね、ということですね、はい、低層移動をしっかりとここね、うちの会社の、ね、検定でもこの低層移動はもう、ね、はい、もう必ず、はい、重点ポイントですね、はい、入ってますんで、はい、ここは今ちょうど足元のブロック、そうですね、ブロックに合わせて、はい、セットするというのを今やってますね、はい、これも土留めブロックなんです、これね、どっちも採石で埋めてるんで、はい、あるんですけど、もともとはちょっと境界のブロックでした、はい、そこにちょっと合わせて戻すという、はい、これ風が結構きつかったんですね、はいはい、そうなんです、慌てずゆっくり定めてという、でまた紹介しますけど、バールでちょっと調整しますけど、やっぱバールでもなかなかね、そうなんです、はい、動かないので、ここがやっぱり慌てずに、はい、ゆっくり狙いを定めて対応していくということですね、はい、で倒しながらまたワイヤーを伸ばしながら、はい、伸ばしながら、穴の位置の倒れる方向に、はい、少しブームを旋回を、はい、していくと、はい、このとこ合わせたとこがずれてしまう、ね、そうですね、はい、でここで微調整のためにバールを、はい、まあ、うちバールね、本当は大きな長いバールを持てば微調整もやりやすいんですけど、はい、荷物結構ね、ユニックセルフの荷物でいろいろ結構たくさんのいろんな荷物を、はい、あります、ジグがね、はい、大量に積んでるので、できるだけジグそれぞれは
コンパクトなものを、採用しています。はい、ちょっと短い細いバーなんでね、ちょっと微調整がちょっとしにくいなっていう感じですね。はい、ちょっとずれて、ちょっと下ろして、ちょっともう少し短い、なかなか動かないですね。そう、ちょっと力場所を変えて、はい、多分大事ですね。はい、いい感じですね。はい、ね、はい、ね、ここはほんでまた、はい、飛んでちょっとまあ下にちょっと噛んでるので、ちょっと少し緩めてから、はい、安全レバー、はい、安全、そうですね、装置をちょっと外して、また輪切でね、そうですね、はい、こう少し上げた上で、はい、ね、ちょっと上げて、はい、ここを外すと、そうですね。まあ、無理にやるとね、怪我のもとにもなりますので、はい、ね、ここは慌てずに慎重にやってください。はい、ちょっとね、今日今余談ですけど、はい、電話の音が鳴ってくるんです。これ土曜日だいたいいつもこれ収録してるんですけど、はい、まあ電話が鳴って、これは車庫の方でね、配車係が電話を取ってくれてる、はい、一人ですから、ちょっとね、はい、電話が鳴ってしまって、はい、ちょっとご了承ください。はいはい、2枚目はね、また同じような容量なので少し、はい、倍速、はい、倍速で8倍速でね、なるほど、お送りしてますね。はい、早巻きですけどね、はい、こんなに早くして、それでもね、1倍速でもこの辺りゆっくりとか、はい、ね、そうですね、8倍速でお送りしています。はい、で、これも同じように巻き、ね、はい、下げながらの、はい、ここまたちょっと調整で、はい、2枚目をね、はい、丸をで、適当なっていい加減ではなくて、はい、適度な隙間でね、はい、調整をして、はい、します、ね、適度な隙間をバールで調整をして、はい、そして今度は先にもう輪切を、もう一旦下ろして合わせて、はい、輪切をで、輪切を、はい、かます。輪切もこれあんまりゴツくと、また抜きにくいし、です細すぎると取れない、取れないし、はい、ということで、まあそれもいいくらいのね、輪切を、はい、準備して事前に持っておくことが、はい、仕込みできるドライバーの、ね、仕込み、はい、準備ですね。はい、でここからそうね、今度まだその車の前方に2枚、あと2枚、合計4枚なので2枚ね、はい、下ろすんですけど、これ見ていただいて分かるようにアウトリガーより前、前方なので、はいはい、このクレーンは、移動式クレーンは、アウトリガーより前方になると4分の1の、はい、ね、ね、定格荷重の4分の1、はい、25% しかすることができません、はい、警報装置も鳴ってしまいますので、はい、危険な作業になりますので、ここで一旦車を前に、ね、そうですね、はい、移動します。移動の時は、まあアウトリガーを、ブームは、ね、ブーム、後ろの、はい、ね、はい、そうですね、ちゃんとね、格納をきちっとして、この状態で走ったりする運転手いますけど、これはまたね、はい、事故トラブルで、ね、なのでちゃんと格納する、そうですね、はい、で ブーム自体はね、これは走行時はこの車については前方で車検を通しているので、はい、そうですね、前方で走行しないといけないという車なんですけど、はい、まあ、作業中の、ね、現場で、まあ、後ろであれば危険は逆にないの で、はい、そうですね、後ろのままで少し移動をかけます、はいはい、
の場合アップリガーを貼った状態からスタートしてますので、はい、ちょっとここでねアップリガーの貼り出しについても、はい、ちょっとね触れたいと思いますけど、まずねこの、敷板は必ずね必ずやりますね、はい、敷板を敷くところの下がねしっかりしてるかどうかも足で確認をしたり、あるんだとこであればね、そうですね、意味がないっていうかね、ないですね、向かってしまうとね、これ、転倒、はい、ね、そういう駆車の転倒事故につながります、ね、場合によっては敷板の下にもまた輪木をかまして、ちょっと、はい、あの面積を広げて、ね、設置するっていう、はい、いうことを調整するっていうことあります、ね、あるってことですね、はい、でこれは2段。これはハイジャッキ、セルフ車なので、ハイジャッキなので、はい、これ張り出しが2段まで張り出せない、ね、これは、なんか強度の関係らしいですね、はい、メーカーの古川さんは言われてましたけどね、普通のユニック車だと3段広げられるんですけど、はい、そうですね、これは、セルフ車なので、はい、2段までしか、まあ、どちらも最大張り出しという、はい、これちょっとまた8倍速で、お送りしてますけどね、はい、同じようにね低速移動、はい、ね、でまた自分で、はい、決めて下ろしていく、はい、同じ要領で大体これ4枚引くのに大体まあ現場の状況にもよりますけど、ね、2、30分、ね、2、30分、そうですね、はい、かかる、はい、これはちょっと倍速にしていますからね、はい、大体に30分かかると、ね、鉄板はね、そこ、ね、はい、多いので、はい、もうゆっくり慎重に基本をね、うん、忠実にやっていく、これうちでね検定をね、はい、車内の検定、ね、車内検定をやってますので、はい、低速移動とか、はい、ね、低下荷重のチェックとかね、はい、はい、この動画を見てみんなね、はい、検定を受けていただいて安全を、ね、確保して、そうですね、はいはい、うまく4枚引けました、4枚引けました、ジグを片付けて、はい、ね、ね、はい、またこれ、この後ね、回収の、ね、シリーズ2と、はい、鉄板シリーズ2として、ね、回収の、ね、動画も、ね、はい、やってますので、はい、そちらの方も、概要欄に、ね、載せておきますので、はい、見ていただければと思います、はい、はい、あ、そうですね、ここら辺でもう少しこの辺りもね、はい、ゆっくり終わったと思ってホッとして ね、このフックで、はい、フロントガラスをね、はい、割っちゃってたりすることがよくあるので、はい、うちも何回かありますね、ありますね、はい、はい、もう慎重にね、はい、ゆっくりと身振れをしないようにね、そうです、最後まで、はい、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。